うん、めっちゃジューシー。あと、もう、何この、この張りがすごい。おー、かわいい。おー、かわいい。マスカットスナック。で、ヨーグルト。マスカットがそのまま喉を通って。岡山空港に行く道になります。72号線ですかね、になってるんですけど、ちょっとあの気になるスポットをまた見つけたんで、これね、こうかき氷食べれるんかなと思って。めっちゃ好きそうな感じになってますね。今回ご紹介するお店が4代目五花園さんです。岡山の名産品ぶどうと白桃を生産しているお店なんですけど、その中でカフェを経営されているというちょっとまた変わった感じのお店なんですよね。いや、おしゃれな空間です。見える？あそこのハウスで取ったその新鮮なブドウをさ、ここで出してくれるんかな、スムージーとかで。すごくね。店内はこんな感じで落ち着いた雰囲気ですね。ゆっくりとした時間を楽しめそうな、そんな空間ではないでしょうか。マスカットとかブドウってやっぱりね、いいところにこう、まあね、百貨店じゃないけどとことか、まあ、市場とかでも中でねこうやって食べれるカフェみたいなのはないんですよ。そうやって置いてあるだけで、送る用にね選んだりするとしかできないけど、こんな風に間近でちょっとそのこういうハウスが見えるっていうのをすごいブドウとしてされるというえ、すごい。え、なんか入ってもいい？え、いいんですか？ありがとうございます。これはマスカット。いただきます。いただきます。うん、めっちゃジューシー。あと、もう何このこの張りがすごいで、なんかたまに酸っぱかったりするじゃないですか。皮がこう噛んでいっとったら、あの皮がちょっと酸いなみたいなのあるんですけど、もう皮も甘い。何回噛んでも甘さがそのまま。一噛みした時、甘く戻ってくれるんですか？もう一回超えるんですか？ありがとうございます。うーん、でしょ、もう鮎です。これはやばい、おいしい。めっちゃジューシー。いや、めっちゃ甘い。こんな甘いの初めて食べたかもっていうぐらい甘い。あ、すごい。
い長いっていうか、なんていうのかな、めちゃめちゃ粒がもうのし、これがもともとマスカット。おー、これがマスカットで、社員はここ10年ちょっとで開発された。本来種があるのがマスカットで、こっちの方が風味もあるし、味わいはあるよ。甘かったんよ、全部美味しかった。食べました、はい、めちゃめちゃ。これが普通のそのマスカット、純のマスカット。パリッと噛んで、その風味を味わうのよ。うん、噛み応えがあるよ。で、噛んだ瞬間にパッとこう中から汁が弾けて出てくる感じ。お待たせしました。それでは気になるカフェに行ってみましょう。マスカットヨーグルトとマスカットスムージーを一つずつください。これヨーグルトはヨーグルト、ヨーグルト味、あ、なるほど、分かりました。ちょっと気になるんで2つ、はい、お願いします。そしてお店人気ナンバーワンの五花園フルーツカップも注文いたしました。おー、かわいい、かわいい、ヨーグルトありがとうございます。え、めっちゃ可愛くね。かわいい。やってきました。これがヨーグルトが入ったスムージーで、これがマスカットスムージー。こちらが五花園で一番人気というフルーツカップ。すごい、いろんなフルーツが、今イチジクの時期だからかな、イチジクが乗ってたりとか、梨とマスカットに、あとリンゴ、中にももしかしたらこれ入ってるかもしれないですけど、アイスと一緒に乗ってます。ちょっとリンゴからいきたいと思います。うん、このリンゴ美味しい。ホイップとリンゴってこんなに合うんだね。めっちゃ美味しい。このマスカット今度はいきたいと思います。うん、うわっ、めっちゃ美味しいんですけど、え、これさ、下のアイスさ、これ何やかと思ったら違う、桃ミルクの味がする。ちょっと桃入ってそう。これは白桃ジェラートでした。めちゃめちゃ美味しい。しかもここもここも白桃ジェラートらしいんですけど、なんか岡山といったらやっぱり桃っていうイメージがねあると思うんですけど、まあ、清水白桃とか有名なね、すごい岡山のね良さをすごい感じられる、まさにここ岡山っていうのがこうめちゃめちゃ感じることができるカフェかなって思います。しかも新鮮な果物なんで、すごい美味しいし、なんかそれをまた間近で見て食べるとさらに美味しさが引き立つっていうか、なんでまずちょっと通常のスムージーから飲んでみたいなと思います。じゃあいただきます。すげえ、マスカットがそのまま喉を通って胃の中に入っていくような感じ。もう無駄がない。でもさ、これすごくない？そのさ、こんだけ作ろうと思ったら結構なマスカットをふんだんに使わないといけないと思うんですけど、しかもここもマスカット乗ってるし。ヨーグルトが入ったスムージーです。ヨーグルトがすごい甘すぎなくてっていうか、マスカットのもう甘さで、あのヨーグルトがすごくいい感じ混ざってる。優しくヨーグルトが混ざってるけど、ちゃんとマスカットの味がめちゃめちゃするっていう。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかった。もうマスカットをもうなんか一房を食べたって感じ。
このね、シャインマスカット一つ食べようと思ったらなかなかこの値段じゃ食べれないからね、もう満足ですよ、本当に。あのすごくコスパもいいし、雰囲気もいいし、あの何よりもすごい果物が本当全部美味しかったから、あのおすすめできるカフェだなと思いました。隠れ家的な感じで、なんかあの市からちょっと離れてるけどすごい遠くもなく行けるところなので、皆さんぜひちょっと遊びに来てください。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも